久保さんやっぱ車いいっすね。やっぱワクワクしますね。まあ、やっぱね、まあ、あのー、オートマなんで、まあ、クラッチつなげなくなったんでね。まあちょっと、まあ今日もちょっとね、いろいろ走り回ろうかなと思いますけど。<laughs> 車あるといいっすね。いろんなとこ行けるし。うん。まあ今回どうしようかな。ロ,ローンですかね。 GTR のローンとかにしときましょうか。まあ、これね、まああの、ローンが去年か。去年ローン終わったんですよね。<laughs> ま久保さん家行った時にね、ちょ,っとちょろっと話しましたけど、あのローンも払い切ったっていうね、あるんで裏ば、裏話するというか、裏話は表話になりますけど、まあ、あの3、4はね、あのまあ、憧れてたんですけど、 まあ18の時にスカイラインっていうのを買ってで GTR の34っていうのを知って、まあ、将来乗りたいなって憧れてましたけど忘れてたんですよね全く全く忘れてたし当時その、まあ、東京で働いてる時はもう車なんか乗れるっていうか、まあ、会社にずっと泊まってたんでね車がどうのこうのとか全く頭に一味もなかったわけですよ でたまたま,まあ売り上げがね、あのー、僕がまあ3000万ぐらい1人であげられて、もうよく頑張ったと。1、まあ、人で3000万はまあまああげたなと。でそれでなんかプレゼントあげるぞって社長から言われて、なんかいらないかみたいな。車はどうだってって、ね、いや、車乗れないっすよみたいなね。止まってるんだよみたいな。通えばいいじゃないかみたいなね。通い、通い、通いなんていう発想がなくて、ね あ通えばいいいのかみたいなね <laughs> もう会社が家だったからねでそれでまあ車を買ったんですけどただまああのー、まあ社長のプレゼントという <laughs> 名目でしたけど僕がローン組んだんですね僕名義で僕名義でローン組んでで会社からこうこうなんだその毎月のローン分をこう すするみたたいな感じにやったんででけどで僕、まあ、その数年後、会社へ退職しまして <laughs>、会社を退職して <laughs>、半分以上は僕払いましたね。半分以上は結論。うん、そうだからね、あの3、4って実はな,なんか違わくつきなんですよねあの。自分で買おうと思って買ったわけじゃなくて、社長の一声がなかったら買ってないんで。 うんそういわくつきなんですよ自分の意思でまあ欲しい意思は欲しいなって憧れはあってありましたけど自分から買おうっつって買ったわけじゃないのでじゃプレゼントプレゼントされたんだけど半分以上僕が金払うみたいなね、まあ、やめたからねそうなんかいわくつきっていう,、ね、うまあそういうのもあそういうのもあるんですよね手放したのは。 自分の意思でこう買った、うん、100%自分の意思であったのかっていうとそうでもないのでうんそうだけどね、まあ、あのまあどういうそのご縁か分かんないですけど、まあ、あ,のあ,あの車と巡り会えたのは本当ねいろいろなねそうちょうどね山口さんと大阪セミナーしてでその山口さんと大阪セミナーやった終わりで車見に行って。 買いに行きも買いましたからね。だ山口さんも買った時一緒にいましたからね、車屋で。吉田さん、本当買うんですかみたいな。もう買うみたいなね <laughs>。山口陸もいましたよ。一緒に買いましたよ。<laughs> も,うもう本当はね、あれでね山口さんと一緒に全国回る予定だったんですけどね。<laughs> まあまあ僕が良かったのは、うん。 まあプレゼント、まあ、本当はね、あるプレゼントでされた車で、1円も僕は払う必要はないわけですよね、本来だったら。プレゼントだ、言うてるんで。だけど、まあ、僕が、まあ、僕の、それはね、やめたんで、あれなんで。まあ、でも、その、そういう、その、なんか、それらを、なんか、理由にして、あいつを手放さず、ちゃんとね、しっかり払ってきた、払い、払い、払い切ったっていうところが、まあ、僕は良かったなと思いますね。 まあいろいろあったけどもいろんなり、いろんなことあったけども、それを理由にして手放さなかったと。それを理由にして手放さず、逆に言うとそ、あのー、こいつを手放すぐらいだったらだあてあ、手放したくないから頑張れたっていうのもあったし、だからローンがあったから頑張れたっていう。あ、これ久保さんいいんじゃないですか。ロ,ンロ,ー,ンがローンが僕を自由にしてくれたっていう。 これいいんじゃないかな。ローンが僕を自由にしてくれたっていうね。ローンがあったからこそ頑張れたみたいなね。GTR の。GTR のローンが僕を自由にしてくれた。いってらっしゃい。